はい、どうも、トーガです。今回はこちらの開封をしたいと思います。ファースト5パックで、今年の千葉ロッテ、6パックですね。はい、すいません。今回からちょっと、今までは5パックだったんですけど、今回から6パックになりましたね。ちょっとあまりにも何も引けなさすぎたんで、ちょっと1パック増やしました。うん、まあ、なんだかんだ最終的にまた10パックとかになるかもしれないですね。はい。で、千葉ロッテ6パック。で、今日22日発売されたばっかりのベイスターズを、それぞれ別の場所、店舗から6パック、6パックの計12パック開けていきたいと思います。じゃあ、まずはファーストから、一番、ファーストはさすがにこれでもう終わりにしますかね。レギュラーカードとか全部揃ってないですけど、まあ一度も揃えたことないんで。もうすぐセカンド発売されますしね。はい。ペナントレースも後半戦がスタートしましたけども、ね。うん。どうでしょう。パーリーグはなんだかんだで、ようわかんなくなってきましたね。はい。銀箔3位は西村選手。今日の時点で、ホークスが10連敗、日ハムが11連敗と。なかなかすごいことになってますね。オリックスが強いっすわ。はい。あと楽天とかが結構いい感じで。金箔サインが山崎選手と。で、セリーグの方は阪神が行くかなと思ったら、ここに来て失速ですね。はい。まあ、ベイスターズもちょっとね、うん。いい、なかなか混迷を極めてる感じですね。細川選手、大活躍してますよね。アスティディ。しかしソフトバンクの連敗は誰も予想しなかったでしょうね。あんな80億もかけて補強して大変だわ。野球ってね、難しいっすね。あ、来ましたね、シリアルカード。久保選手、はい、ルーキーさん51ですね。はい、1枚シリアルが来てくれました。最近サインカードとか今年に入ってからかずっと箱とか一切開けてないんで、サインカード1枚も引いてないんでね、多分確か。ここらでね、なんとか引きたいとこっすよ。だからちょっと1パック増やしました。甘いですけど、うん。やっぱ5パックでサイン引くのはなかなか大変っすよ。はい、というわけで、まずはシリアル1枚。いきました。次は、ロッテのチームリン。どうしよう。ロッテもこれで最後になるかもな。佐々木朗希選手のシリアルカットが出てくれば、まあいいって感じでしょう。あ、いいの来た。光もですね。はい。嬉しいです。ただのシリア。インサートでも嬉しいですね。メジャーリーグのカード何度も言ってますけど、メジャーリーグのカードも欲しいんですけど、全然売ってない。高いし。これも通常、あ、シリアですね。松川選手の200シリ。佐々木朗希選手のキラ。
ロッテはファンの自分ぐらいなんですけど、なんで今2位なんですかね。ほんと。やっぱ先発の柱がいると違うのかな。打つ方は、まあ、最近ポランコ選手が結構打ってくれてるんですけどね。なんか、いまいちよくわかんないです。やっぱ吉井監督が偉いのかな。はい、佐々木選手のキラ。残念ながらシーガルではないですが、キラーですね。インサートカード。はい。結局サインは引けませんでした。まあ、いっか。では続いてはベイスターズから行きましょう。確か去年のベイスターズのチームリーグ勝ってないと思うんですよね、俺。リスト見たんですけど、これバウアー選手入ってないですよね、確か。確かってなんですけど。こんだけ発売、いつだったし、5月とか ?4 月、5月あたりに発売されるんですけどね、ベイスターズのチームリーグって。こんだけ引っ張ったんだから、てっきりバウアー選手入るかなと思ったら入ってなかったですね。セカンドにはさすがに入ってるかな。どうだろう。結構珍しいイースタートだ。はい、あれこれシリアルも出ねえか。そういえばベースターズもどうなんでしょうね。チームリミ。まあ、8個1サイン確定では多分ないと思うんですけどね。もう他の商品が全部そんな感じですから。ブレーキしましたね、関根選手。これは何も出ねえか?通常のインサート。はい、最初の6パックから何も出ませんでした。つらっ。ってね、ちょっと今出番ないですね。あ、来たサイン。あ、桑原選手だ、しかも。やった。あれ、20枚じゃん。やった。これは大勝利。やった。来ましたね、桑原選手。20種類だ。結構枚数少ねえじゃん。めっちゃ主力どころのサイン来てくれた。うわ、嬉しい。久々に来たな、サイン。しかも、桑原選手だったら全然 OK っすよ。こんながっちり主力の人、マイベイスターズのチームリーンボックスで買ってたんですけど、こんだけ主力の人引いたことないっすね。アスマ選手を引いたか。そんぐらいですね、確か。通常インサート。やった。これはやりましたね。
際もう何もねえだろうと思うけど。おー、これは大勝利。そうそう、東選手の最後引いたことありますね。通常ですけど。さすがに、まあ、ないわな。はい、ラストですよ。はい、というわけで以上でしたね。いやー、久々にサイン引きました。ねえ、10パックでこれは…大勝利ではあ、10パックじゃない、12パックか。とも忘れちゃうな。で、ファーストからシリアル1枚、チワロッテからもシリアル1枚決めてくれましたが、まあなんといってもこれちらでしょう。はい、主力も主力。桑原選手の20シリのサインでございます。やった。いや、嬉しい。久々にほんとサイン引いたんで、すごい嬉しいですね。しかも桑原選手、やりました。頼みますよ。はい。というわけで、まあ、タイトル回収とはいかなかったんですけど、なかなかの結果ではないでしょうかね。はい。というわけで、今回は以上です。次はどうだろうな。ちょっと間空くかもしれないけど、特に目ぼしいものがなければセカンドになるかな、と思います。セカンドが発売されたら、まあ、それを買ってくると思います。ベイスターズもはどうしよう。これ引いたからもうない、これ以上ないと思うからな。わかんないですけど、まあ、ひょっとしたらなんか、また買ってくるかもしれません。ベイスターズもね。はい。というわけで、今回は以上です。まあ、良い結果でした。はい。ご視聴ありがとうございました。では。